朝のミニドラマ OL キクちゃんと村山社長のロマンチックモーニング、第49話。社長失礼します。ああキクちゃん、うわ社長また社長室に子供用ビニールプール持ち込んじゃって。温泉三昧ですか？おやおや、見つかってしまったか。マジでいい加減にしてください。いい加減どころかいい湯加減じゃよ。どうでもいいですよね。この書類にハンコください。おやおや、わしのリラックスタイムとその書類の決裁ではどちらが大切かな？どう考えても書類です。キクちゃん、社長、キクちゃん、社長、キクちゃん、社長。ああもう分かった分かった。実はな、そこに浮かんでいるアヒルちゃんはくちばしでハンコをくわえておる。あ、ほんとだ。温泉に入りながらにして、わしはいつもハンコを押せるというわけじゃ。どうじゃ、わしこそ真の経営者じゃろ。社長こそ真の経営者ですね。そうじゃろそうじゃろ。うん、憧れてもらって構わんぞ。社長、例のスイッチどこにあります？あ、わし自身を戒めるためにあえて設定した足の裏こちょこちょスイッチのことか。いや実はアヒルちゃんの頭にボタンがあるが、これはかなりこそばゆいので絶対に押してはいかんぞ。えい。もう一回。アヒルちゃん、えい。口にでもなっていますか？押してない押してない。ということでね、明るく過ごしていきましょう。明日も朝から。